정말 저도 공감. 네, 맞아. 오케이.
完璧じゃん。ほらほら。これ拍手指ってどうやってやるの？明石に何か積むの？うん、あの明石が持ってくれたじゃん。なんたらしい。あれを持たせると。この次のマップで修理しますかって出る。この次のマップって何？あ、そこそこ、そこでやりますかって聞かれるから。でもここでやってもここで死ぬんでしょ。まあおすげえな、北上の古墳の敵で不滅の地域。うふぅ、攻撃的に風圧に地域粉砕し、ちょっと見てないかも。どういうことや。ひどすぎる。あんまりだ、それは。ああ、とてもいい感じで聞いたもん。やっぱここでタッチを使うべきなのか。どうかな。難しいところです。このマップだけでひどいやろ。フラタ回ぐらいで許してくれるのか。フラタルキュー回ぐらいで許してくれるのか。せめて迷宮回はやりすぎでしょ。兵でも生まれてきてらしいから。なんかこれがないとダメなんだよね。緊急修理次第みたいなやつ。そうだね。一貫一石につき一個使うの？いや、一回につき。一回につき一個。うん。え、何全員復活するの？それ。その施設を積む数によるんだけど。数っていうかあれか、スロットかな。17個もあるんだ。だったら4つ全部に詰めば全艦艇を修理できる。第一だけでしょ。でいや、どっちも。ただその代わり4層使うから。その積むスロットによってね、どこ修理するか決まってんの。なんだそれ。1個につき3人修理する。で、4層全部詰めると全員。
そうはいかんだろう。下がりません。有能中の無能。残り一人になった時にボスをかばい合うからかな。あボスに全然効かない。ワンパンかよし、やばい。こう警戒で行くべきか単純で行くべきか。やさます？うん。警戒でいいんじゃん。さあシーンがもう沈下水になるじゃん。まあ。もう恐ろしくて恐ろしくて。まあ、シーンの言い立ては来ない可能性が。ほらな、来ないし。しげ。無能ぶりがある。無能の匂いがする。まあ有能でござる。ああ。有能。上からしゅん無能なんだよ。ボスやせめてフレッチャーが有能だった。いやでもここでタッチを使うわけにはいかない気が。
がするんだよ。せめて定型ぐらいにしてくれよ。殺すべきとか感じ。単純やばすぎるよ。こんにちは。要は各官がその責務を全うすることを期待する。厳しい。この航空艦隊汚さないでいただきたいですわ。主砲、戦車、発明。このマスの後に白地修理マスを作れよ。せめて。ちょっとやべえダメージみたいな。キリジマパンチ飛んでった。ああ。やばこいつら。やる気ありすぎる。え？これキリジマパンチやべえよこれ。一心混乱中。壊れてる。そういうのもボスやったしよな。本当に安心できるんだよ。あいつワンパンできると本当楽になる。ゲージがね、真っ赤で、多分微妙に足りないんだよ。ユーモア、中堅。まだラスタには取れる。超神シーン来た。超素晴らしいぞこれ。どうしろ。四国はすげえこのネルソンタッチャンパこのシーン、女優の中おー、強っこれ倒すんじゃない第二なくなったこのネルソンタッチャンパンが見といてこの子なんでしょ、奴を殺すという、まあ、でもこれもいいよね。うん、一人だけだけど全然違う。的を減らしてくれよ。強くねえかしといて、スマスバフ。なんかいいんだか悪いんだかわからん、これは。あの上出来じゃないですか。
もうあの下のフラツを落としたいと。そうです。はい。いいじゃないですか。いいんですよ。強っ。何それ。やる気あんなお前。あ、ひどい。仕事された。勝手に出して。さあ殺せるか。殺せそうな気がしなくもない。300万。ですよ。あぶくまー、なんでや。おお。おら。あれでもバットに復活でゲームセット。まあ俺はそういったじゃん。ボブカで仕事してる。おお、いや、オラさんですね。戦いが始まった、ついに。なんか意外といけそう、いけなくもなさそうな気がするわ。そうだね、まあでもラスさんだからな。でもラスさんでもね、そこまで強くならんから、うん、強くはなるけど。しょうがない感じしよう。ごめんなさい。早飲み修理にお姉様の夢を見てお休みします。あざーす。お風呂大好き。ベストタイミングのドック入りです。最終決戦用にしよう。全身エステ最上級コースでお願いいたします。粘り込んでいけるかどうか。ラスト来たんですよ。
い、これボブさ、明石のどのスロットにあの修理やつ積めばいいの？どんだけ使える？スロットは3スロかな、缶全部外して3スロ。うん、一応仕様がこんな感じで、まあ、できたら第どっちだ、第二を結局第一修理しても寝かしに殺されるから、うん、第二を修理したいから、まあ、3スロ4スロは絶対で、うん、1、2スロどっちにつけるかって話だね。なるほどね。ネルソン、あ、いや、まあ、火へ切る島どっちを守るかって感じだ。いやでも1か、no. 134かな。だからその修理に期待して対戦基地国だけに任せるっていうのもある、うん、俺そうした気がするな。え、いや、あ、一人、あ、そうか、フリッチだけか、一人だけにした対戦は、うん、フリッチだけ対戦してた。私に、3スロ4スロは絶対つったもんな。これは赤がもっともっと修理できそう。ありがとうございます。で、13か、13でカットインってどうなの？きついっす。いやきついよな。期間だったら別だけど、期間で熟練、熟練じゃない、見張りにかつければまあ出すけど、期間はまあ早だめで決まりだし、うん、じゃあ対戦、まあいるよな、で外したら地獄巡りになってしまう。どうなのかね、騎士工具だけで期間だけにできるじゃん。あ、そうだよね、割合で中波までいけそうだからな。うん、なんか魚雷魚雷ソナーとかいう手はどうですか。あ、ありじゃん、ね、魚雷魚雷でキャップいくんか。いや、無理、普通は魚雷3つでもキャップいかんの。カラクトライスは低すぎる、うん、いやでもやるしかないんだ。うん、もう魚雷がね、4連装魚雷だ。手数を増やすというのは大事。そうだよな、多分ね、2スローのカットインでもそこは抜けるはず。ここあるし、詰めは割合分なんで中盤にしてくれねえかな。40だからカットインいけると思うんだよな。うわあ、正面なん積みて、めっちゃ積みて、積むとこがね、
いや、行くしかない。行くしかない。気に行くのかな。やってらんねえんだよ。バケツ240だもんな。うん、V マスが良くてな。多分100個ぐらい全部使う気がする。絶対だらけ。本当に一緒にできる。機動部隊で生きていいけど生きないし、金色増えとる。勘弁してよ。お、クソ有能やな。予定通り予定通り。ちょっと待って。これチアできんのかこれ。修理したるからな。修理するだけで燃料弾薬は戻らない。戻らないね。ただなんかキラ状態になるらしいです。おにぎり搭載とは恐れ入った。だから回避とか上がったりする。まあ、結局修理するから、ね、うん、どんだけ黒くても全開になるの。中波だったら、うん、小波には最低小波になる。あ、何乱数なの。いや、多分決まってるけど、多分割合なのかな、うん、中波でも、その大波寸前の中波だったら小波になったし、うん、中波でもギリギリ中波だったら全開じゃないけど小波じゃない状態。ちょっとクソ支援、いい加減にしたまえや。実力で抜けろ。いい加減、あと1着だったら大事。ボスで T より引けってな。潜水マスで T 振り引いてボスマスで T より引くってのは最高の条件だ。大破は直せない。大破は無理。中破も。ちょっと空襲の敵のメンツやばくなってるんやろ。やば。
ブシーン何なんマジ。ミヒカゼが狙われてるんです。ちょっと本当勘弁してくれ。頼む、やめろ。ノー。下髪が。何今の。見たボブ。見てくれや。ふざけてる。あ、勝手に。あ、いちって。舐めてるべこれ。完全に舐めてた今。何いちって。バカにしてる。ひどい今のはあんまりだ。先生は抜けたの奇跡だ。やばいっす。あ？おう。回線の操作。たまつか。ちょっと俺は手を放じるわ。おう。なめやってや。怒らしたね。強くなってるじゃん。もう許さんとか。おのおのがその席を作戦計画。
人気なんかいらねえんだよ。マジこいつで割合2回稼げるからな。ああ、そういうこと。落とされそうな感じあるけど、ね、いや、もう先生マス以降はもうさってもいいよ。初戦のためだけ。待て、おかしいおかしい、おかしいおかしい、おかしい、ふざけんな。避けた。まるで意味がない。倒さない。何のために持ってきたの。全部吸われてるし。無価値な遠征だった。ワンチャンフレッチャーのそんなもいらない感あるんじゃないですか。なあ、意味ないよなこれ。だったら魚雷さん済みするか、デンタンでもいいけどね。あ、照明弾もある。デンタンか照明弾か。ありますね。ありますね。デンタン詰めるんだったら、ネルソンに結構だもんですし。照明はまあ、なんかさっきからシーンが全く来ないよな。やられてるわ。明石はもう飛んでっちゃダメなんだ、うん、避けれないんだ。めっちゃ狙うやんこいつら。
スで出せよおめえら。舐めてんのか。これちょっとしか食らってなくても握手修理するの？うん、一度も食らってるから聞かれる。あ、でも君らそこ勝負してしたろやんけ。まあ、したくなかったら却下できるか。でもあれかな、もし失敗したら、ケア状態になるから、2級の攻撃も避けてくれるのかもしれない。もしかしたら、そういう疑惑あります。すごいね、これ。なかなか、やるやん。カンコレもここまで来てる。まだ生き残ってる。多分全滅してる。どうにかして抜けてくれ。よし、貴様はもう用済みだ。カンコレやめよう。ダメ。もうハーストンでとんでもないことが起こっちまったんだけど、もうあってはならないこのままとも思えないようなことが起きたんだけど、こう、世の中にはレーティングシステムってまだ存在するわけやん。まあそうだね、一緒だね。俺がやってるモードレートがあるからさ、せっせせっせレート上げてったんやけどさ、こう8人でマッチングして、こう勝ち残り戦にして、まあ、1位を目指すってやつなんだけど、で俺1位取ったんや、シャラッ、分からんでもこれのヤバさ分かる、下がってる。やばくない？ 1 位マイナス2。これ本当やばくない？これ外下のやつらだよ。いや、じゃあ下のやつらと当たっても、あれやん、あの勝ってレート下がれてありえんやん。もう確かにこの前だってそのなんか下のやつらと当たってさ、要はあのなんだろう、上がりにくいとか、なんかそういうのやったら分かるけどさ、1位取ってさ、1位を取るゲームで1位取ってレート下がるってさ、もうこのまま終わりじゃない？何が起きたんだ？何があったんだっていう。しかもさ、このモード死ぬほどさ、あのあれ人多いからさ、そんなにあれなんだよ、極端にレート低いやつと当たることありえんのよ絶対。もういいよよと勝って、よっしゃーっと、こうしてたらマイナス2?3 度見ぐらいでしょ。あってはならないでしょ、これ。このこれをどこにぶつければいいんだっていう。今でいいのかなって。来ませんね。明石はあかんって言ってるだろう。俺は穴開けて目が盗んでた。絶対やられるから。明石に穴開けるとか正気じゃない。やめよな。
悪いこと言わん。ダメや。これ、これ。ついにこうのラスダンまで行ったんだぞ、この俺が。それを何も感じないのなら、前田の心はもう壊れてるよ。白くそ止まってる。お前さんこうで暮らしたらめっちゃマウント取れるやん。うん、うん、さんざん煽られてる。早くが興奮症持ってんならわかるけど持ってないのに煽られる。ラスダンまだまだあいつ1個持ってない。黙りな。今準備しとるだろうな。おい西田が入ってきた瞬間にな、アガチが吹っ飛んだんだよ。やったぜ。もやべえな、ちょっと作戦計画概要をご説明します。前田がもっと苦しみ苦しみてもっとだ。スラムダンクを壁に叩きつけるぐらい切るよ。こっちのラスト何回目ですか？ゼロ回目ですけど。お初？じゃあボブ何回でクリアしたの？ラスト。何回ぐらいだろう。出撃で言ったら20回ぐらいじゃない？トリーニお前だ。お疲れ。バイ。おい。ほら、一回に2席落とすが褒めてやる。ボブ今画面どこらへん？今ジゲラのとこ。戦闘開始だよね。めっちゃラグあるよね。お前で前で喋んな。枝葉になる。すげえ今この遅刻なんかよくわからんことしよう。大破するかわかるもん。前田が絶叫する。何かが起こる。ちょっと、ね、ちょっとどうでかし昨日じゃないですか。見てみこれすげえよ。僕見せてみこれ。ええそんなことあるんじゃん。中派は許す。あ、中派の、うん、通行税だ。これ T より一緒ダメなんだよな。この瞬間ボスは下から2席目やった。やばいぞ。やばいぞ。やる気あんのか。やばいぞ。おお、さすが、さすが。キューブが使えればな、こんな回りくどいことしなくていいんだよ。
あ、路線かな。いや、15秒ぐらいあるよ。結構ある。今、羅針盤ですね。羅針盤だよ。今、空襲来て、戦闘開始まで行ったからいいね。今、空襲が来始めたとか。俺も自分の画面見てから、わかる。なるほど。その中途半端なシーンならいらないよ。ネルソン号やる気あるのか。めっちゃ狙うやんこいつら。ちなみに明石が中波でも白地修理でしてくれんの？中波までならしてくれるな。あれしてんだっけ？中波未満。中波未満ってことは、ん？しないんか。中波ダメなんだ。は。中波多分ダメじゃん。今も中華いいんじゃない？そんなの話しょ。最近日本語のお勉強。どうだろう。最近新システム実装されてさ、はい、途中で開封できるんだよ。え？明石かキツシマ入れて、ああ、その特定の装備に出せると途中のマスで開封できる。濃い身がする。それなんか消費するの？課金アイテム使う。ボブ、ダメダメでしょ。どれぐらいの全回復するみんな。中波だったら超波以上にはなる。大波はダメだけど中波なお。大波ダメなんだよ。ラズミシーン来るんや。おい、カセやん。ボブカセ下から狙った。よし、許す。これ上のやつってやばくない？やばい。気にかけやんけ、もう。勝手にしようかな。あ？なんでガスとか入れとん？特攻があるから。自陣だからだったら今最強だな。特攻がある。あ、特攻ねえな。やばい。5連装3本とか生意気やな。うん。雪風うんちやん。何が悲しくてこんなマスやらなかんの。ボーボー教えてくれ。なあ、ここはでも割とそんなに。こんなマスは別になんか楽に感じるからなんかな。この次が地獄、うん。でもこういうマスでピュッと事故って、あ、大変だったら切る。たまに事故だ。僕、中波明石ダメだった。ダメか。もうダメかもしんねえ。もう。ああ、中波したらダメなの。うん。明石中波してたら、修理できない。でもそうなんだってさ。こういう時は謎にね、抜け突破力を発揮するんだこいつら。ちなみにそれってさ、あれなの？消耗するの？いや、しない。消耗の装備じゃないんだよ。あ、違う、うん、あ、養生保険みたいな感じ。じゃあ消費するじゃん。使う時は消費する。泥沼やん。マジで。マジで泥沼やん。ロッドシーンみたいなの来やがって。クラスコンだ。あー、帰りてー。超帰りてー。これ帰っていいですか？え？3つセットで600円で1個200円です。とこねえ。えぐない？なんで俺17個持ってんの？任務やりすぎ。まあ任務で弱かったかな。任務とあとイベントの報酬でもない。
前回。こういうやばいですね。上2人がね、化け物。フローコイル強い。フローコイルより怖いな。3倍ぐらい強い。怖さで言ったらお前、フローコイルの基準。おもちゃん、レキューカイより怖い。その中見てもよりな。何とも。以上でしょ。硬くない？これがボスワインでって言うクソ、クソゲーなのでは。ボス構えた。これはラスダンや。ボス作るのあと1時間後。何のためにやったの？え？そら、俺は歴戦のプロテイトだな。いや、お前そのせいでいいな。航空章。待ってください。少なくとも俺が取った航空章は多分クソ簡単だと思う。偽物だからさ。今の航空章って、S より取れないとか、うっち、怖かったくない、うん、はい。やべえよ、マジで。べえよ。は？道中徹底するために、お前バット使ってるからな。福岡使って永遠にバットつけたろわ。貴様らに休みはない。どんどん行くべし。思考回数で戦え。こいつ疲労抜きの概念ないよ。だってあそこまで行けばな、疲労なんかねえんだよ。えぐい。さっきマミアイラブ使ったし、まだ大丈夫。すぐ使うやん。イベントで使わないでどこで使うんだ。え？ボスにつかず。こうなっちゃうのよ。そう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 オッケー。いいよ、いけるよ。見たか、見ろこのスーデアの活躍ぶりを。完璧や。50、49。これ下から2番目なんつってフレッチャー、うん、おお。見たかボブ、これよ。やるやん。あ、F 賞取れてないやん。いらっしゃいね、処理なんてもうここ無傷で抜けたらもう SSS 勝利ぐらいやる。道中参戦これ。いや、対戦通常、野戦通常だから道中4戦短いやん。道中4戦オール事故ある。
僕カンコレのプレイ時間何時間いってると思う。正直やばいだろうな、戦じゃ効かない。しかもブラゲーだもんね、うん、置いとけるから。線つけた2、3000時間ぐらいいってねえか。もっといってそうだ。基本的に家にいるときはつけてるから。ラビーじゃん。まあね、プロテイトくん。多分、人生張り付かない。脅迫観念やばすぎるろ。バケツたまらんくなるぞ。は？なんで下赤くない？まだちょっとこのダンジョン甘いんちゃう。ダンジョン。ダンジョン。止まってもう離れすぎた。この編成ね。なんで寝るそのチットあんの？ダメプ？おかしくない？何しに行くん？ここ抜けるためだろ。別れ。だいぶ有能じゃないこれ。有能どう？ここはもう本当ね、ゴミカスみたいな。ゴミカスみたいな。ここで一回でも絶対したことある。これないな。まだは？俺いっぱいあるんだけど。うんち。だってあれじゃない、言ってもさ、月の攻撃赤石とかに飛んでったらさ、赤石吹っ飛ぶしよ。本当は確かに。赤石どころか、スズヤクマン平気で吹っ飛ぶわけ。余裕で吹っ飛ぶね、俺。じゃあ俺も今からやるか。前提だった。一瞬で終わる。前提と。そっか。試し。手だったら多分。おんギミックっていうのに拒否反応起こしてんだよね。無理だよ。BGM どうなの？ EBGM。EBGM。ボスがデスめた感じみたいな。最近そんな感じじゃん。あ、もしに腐れてないやん。バッキュー。ちょっと。ちょっと。これ敵。上からね。これ警戒時のおかげですか、坊さん。そうだね。警戒時じゃなかったら皆殺しにされてるし。ああ608。ああ、とんでもねえ連撃飛んできたよ。大丈夫？まあ、中波までは通行料だから。おお、ぶれ。めっちゃ狙うとこやん。見してやるよ。アクチ修理は520。頼む、お前が警戒陣やめて。もう使わないから大丈夫。単純やって、お前。もう単純だから安心して。ダメ。1戦目単純と2戦目単王と3戦目単純でやれやれ。あ、北上さん、そのなんだっけ、転生した北上さん、もうちょっとでカンストやん。カンストや。一回吹っ飛んだんだよ、ね、しか、そいつ。かわいそうに。それ、うん、おー、どうなんの？あ、こんなんなんの？あ、うん、なるほどね。え、フレッチャーは？召喚します。え、すげえじゃん、これ。え、こんなでもさ、もうそこで大破したら終わりやん。大破だよ。ああ、そうだね。まあでも、第2だから、基本的に第1で肩がする。その大事吹っ飛ばされたじゃん、さっき。そう。どうすんの？気合で乗り切るしかない。え、もう使ったんちゃうの、それ。使ってたね。よし。やっぱあれ、養生補給よりマシ。養生補給、そうだね。回復できるってのは。絶対殺せ。こんなん、もうこれであれじゃない、もう E1 のボス並みに強くない。よし。いけるぞ。いけるぞ。いけるぞ。それ確か E2 とか E3 のボスはしたやつ。ボスがやってきてます。明け落ちたやん。どこ？いい、頼む、抜け出してくれ。一回ぐれ。今、明石には家にポンと飛んできてるけど。危なかったね。吹っ飛ばされる寸前だったけど。死んでもおかしくなった。おい、こいつ、タバコに火つけたってことは。どうやったの？タバコの箱の音が聞こえたけど。やべ。おお。こいつを間違っても、大破撤退でタバコに火なんつくね。やったんか。このマン
個やあと1回で危ねえ危なっ気まぐれやんこれ乱数やったら今まあ1回だったら多分中華で耐えるもう倒しちゃうでもクリティカルだったら吹っ飛ばされないうんしたいかな関越やん関越やばいじゃんボス行って319準備は整った録画しとけやどっかで聞きましたね。よし、ラム氏を出そう。頼む。勝たしてくれ。ここですんなり終わらせてくれ。じゃあもう気持ちよく寝る。レアドロー。いや、これボスでいいの全の、僕。ん？ボスでいいの全の。サラトガぐらいですかね。あのさ、なんかサラトガ持って。なんかゲットしなきゃだけど、あれは何のドロップってこと？あ、ここで拾った。あ、あれ？俺今単純選んだべ。絶対ああ！わっ。そういうとこやんま。いや逆に考えよう、ネルソン速攻対応して発動しなかったってこと。どういうこと？うん。ネルソン、ん？誰やっけ？なんかジョケンって、ね。大敗が中派の中派してたら出さない。あ、もうじゃあここでああこれやったら不自由より単純で火力出した方が良かったっていう。第二にフラツが増えてる、うん、敵の編成とんでもないんだけど大丈夫なのこれ。プロガズプロガズすぎる。よくボブ倒したなこれこんなによく倒したな。マジでしかも一勝利やった。マジでどう考えても真ん中の4体しないやろ、あれ。そう。しかも、基地航空でなんか5、600とかダメージ出るみたいな、ないのそれ。ない、全然ない。でも、どう、制球楽なのよ。ただ、ネルソンタッチがね、比叡霧島がぶっ刺さると、やばい、ね。全然うんちやん、これ。やばい。証が、すべての罪を背負ってる。飛ばされてるやん。あ、あれも良かったじゃん。結局なかった。一巡目でなかった。死んでる。撃撃戦や。赤しボコボコやん。こんなにどうやって勝つんこれ。これ強いってやばくない？もうどうやって勝つんだろうこれ。噛み合えば勝てる。何気に赤し今割合49。ああ余計なこと余計なことあ結局ねああ防御角だ。綾波の勝手にがボスさせればワンパンできるからそれを祈るちょっとでここ打ちファイヤー、うん、必殺仕事人が残ってるよ仕事人じゃないああアイナミがチーフしたら、あこれ無理だ。こいつらじゃ天地ひっくり返って無理や。いや、いけるよ。あ、そっか、副順にしてると PT には若干当たりやすくなる。ああ、命中率上がってるのかな。ちょっとだけ。いけるやんこれ。頼む、頑張ってくれ。めっちゃ応援してるわ。めっちゃ応援してる。お、遊軍よ。遊軍だよ。ああ、なにこれ。遠足全員、遠足、なんかこちらね、カットイン選手ね。めちゃくちゃ強いんだよ。めちゃくちゃ持ってる。あれ、なんで、あ、そっか。遊軍は手前もいるんか。そうだね。294。おい、PT の飛んできたぞ。仕事人ぶりが半端。うん。遊軍できるな、やっぱこれ。大変するだけでも偉いもんな。先に死んだよ。いい人。どこ殴っとんねん。おら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 。おるる。強っ。ありえねえ。ピコしてるんだろ。いいね。一人盛り上がってるけど、あれだからな。俺ら知らないからね、よく。何度知ったのちょっと。綾波の勝手によーく見とけよ。
それを綾波がボスに対して使う。綾波時代のポップワンだ。綾波のとこ打つよ。こいつチヤチヤしてるのか。おかしい。ああ前髪前髪粉々にされた。飛んだ。バラバラにされたの。ああ。いや黒ラゾーやん。ネルソンタッチやったら勝てた説あるぞ。立っちゃったらいい感じだったな。これ鬼のカットイン編成だねこれ。カットイン祭り。もうすると。まあ無理だ。ああでも倉庫抜いてんのよ一応。うん。そしてボスの体力2000とは出てくるんじゃないの。冗談じゃん。俺なんかなんか鳴ったぞ今。テロリン。テロリンって。なんで。え？ああ。なんだギリ。あ、あそこの確かエスマスで勝利が条件の一つ。どうなの。あなるほどね。ちょギミックがまだあって、うん、ボスが弱体化するっていうギミックがね。お前らさんバケツがあやふいんで。ディクラシティ。あれ何あの魂のあれであれでしょボス前のマスボス前のマスあそこで勝利したからでもあそこは あれじゃん無駄じゃなかったじゃん、うん、理想的理想的ハイパイディクをやれってことかじゃあなあ無理だV マスが本当にいいからなあまあない1個じゃダメだまだ他にあるえなんでそれギミックの難易度が半端なくてな意味わからんやんだってボスを弱体化させるためのものがあれってもうこれわからんやんバケツくれてやりてよ前田に、うん、なバケツと交換しよう1年ぶりに気をしめようかな絶対これクソでかい音でカンコレってなるぞ俺知ってるもんそういう少なくともこのパソコンにしてから初めて起動する作戦計画外ボブ行ってよ服従ってそこまではちょっと前田さん、そのあ明石のなんだっけそれちょっと見してよああここの装備見てるあれって養生呼吸みたいに逐一突っ込むなんか。じゃあこれをね、これが、あ違うこれがあるんですよ。まあ、医者が持ってるわけないと思うけど。これがって言われても。うん、15秒待て。これでこれをつけるんだよ。分かった。作戦計画が大変作戦。最終作戦海域。ネルソン級戦艦一番艦。緊急修理次第ってのを使う。これをアガシに乗せんのなんか。いや、乗せないで。あのアガシが持ってくるこの装備あるね、2つ。修理施設に。とかとかがあれになるやつ。そうそう。だからその修理をマップ上で行えると。しかも時間なしで。あ、よ、OK？ なるほどね。もうこのゲームほぼ引退してたけど、結構ね、資材あったわ。割と。ボギーあるだけど、まあ、他には順旅ですね。ちょっととりあえず、中杯一人は出てもいいかな。中杯一人で通れれば100点。中杯だったら直せますか？ドラゴンボールバリにちょっとはいはいだなきゃ大丈夫もうこれで夢は叶えた僕ちなみに今回のイベントこいつらどうだった一人も使わなかった結婚までしないと舐めてんだからね
俺解剖が111っていう狂気だろマジで。前田は多分北上相当使ってるけどさ、前田の北上でさレベル98って考えるとさ、下手に111って意味わからんよな。そう、どこで使っとんねん。あでも北上2席目も結構使ってっから2席目も90ぐらい。まあでも100点合格。なるほど合格。俺の北川に乗るし勝てるやつ見んのがマジで耐久やばいぞ俺の。うん、高耐久50やからな俺の北川。ダメだ50か。いいのか。いや、いいんじゃないですか普通。余裕で低みやつ。ま、ど真ん中、シーン。イエリー。ああ、終わったかもしんねえ。終わったかもしんねえ。北上もう死んどるやん。大丈夫。まあいいんだ。ここら辺に死ぬのは一向に構わん。これだけ受けろ。なかったのか。哀れすぎる。マジか。中華向きす。そうだった。加賀さんって買いに来てないん。くるくる言われてるけど全然来ない。これ赤城って買いに強いな。強いよ。ゴスローになりますか。噂のゴスロー。うん。めっちゃいるって書いてあるじゃんこれ。いろんなもんがいるじゃんこれ。ああ、カタパルトいるし設計図いるし。買いにできる。できるのか。北上が狂ってるからな。見てろ、男の単純や。分かったか。単純したんすか。はい。絶対殺すな。支援絶対来い。お前らにかかってるね。気合入りすぎやな。おら。やばいかもしれない。終わったかもしれない。うん。ほら、もう一発。ネタバレすんな。したのちそう、おむつ買いにしたんだった。ええやん。そう、ポンって死んどるやん。ポンって死んどるやん。単純って何ですか。やっぱ単純やべえな。単純って何ですか。ダメじゃん。600点。もう、ハゲまる。めっちゃいい気象、こいつら。ありがとうございます。何よ、呼吸なの。呼吸、ありがたい。また出撃可能です。まあ、そういえば、カンクリって昔から難易度下げた時ってさ、リセットされたっけ、されなかったっけ。昔はされてて。昔されてたよね。難易度変えた瞬間、速攻最初にやったよね、絶対。あれでしょ、暴動起きたんでしょ、多分。ああ。ふざけんじゃねえし。ボードとかもデモだよね。はい、
ねえ、難易度を下げる余地もないじゃんわけじゃん。てか、そんなね、ギミックなしでさ、ただボス行って削るだけだったらさ、別に誰文句言わんかったかもしれないけどさ。もうあらゆるものが最初からなるってさ、もう無理でしょ。つかすのみんな応援されてる。あれなんかさっき撤退したばっかじゃないですか、もうどういうことですか。疲労の人以外ではないかも、お前ら簡単に。このゲームもう多分4年近くやってるのに、いまだに疲労抜きたいって気狂ってると思う。よく今までやってこるじゃん。いけるやんこれ。いけないんだよ石田くん。いけないんだよ。なこいつドムネズミ。あかん。あかんやん。これドムネズミ。ドムネズミ先般なのでは。こいつ毎回チヨしてるけどさ、なんかさこれ。明らかに6分の1じゃないよね、これ。本当に。狙われている。こんな6分の1あるか？まあ、通行量だしな。しゃあないしゃあない。もう中波ぐらいじゃ何も感じないわ。バカか？お。リーチかかった。これしかも毎回さ、赤字ばっかになれるけどさ。そういうもんな。そういうもん。うん、敵も注意なんかされたらたまらんと。だろうね。ちょっとこれ。ヨンボブ。ん？もしかんこれがさ、殴るとかやめたらさ、簡単になると思う。まあ余裕でしょ。余裕すぎる。うん。確かに野戦でカットイン出してね、手合わせて祈るっていう行為がなくなるもんね、うん、
すごい。これちょっとしたパンチやばいんちゃう。ペッ。北上隆が出られた瞬間の。クソ漏れるやんけ。あと2000あるんですけど。帰っていいですか。大丈夫大丈夫。この試合可愛いと思うんですけど、どうですか。60点、60点か。なんで冷えってさ、極端にイエロー人少ない僕はどう確かに春菜今後ぶっちぎって多分霧島よりないんじゃない。あ、そうなんです。大体他の姉妹から冷え単品マジ見かけんと思う。ちなみにめっちゃエロ同時にまとめてるとこさ、かなりもキャラ数あるんだけどさ、ちなみにダッドスにぶっちぎって鹿島が一緒なんだけど。まだ鹿島か。加賀がね、鹿島出た当初めっちゃ加賀と競ってたんだけど、殺す方が、うん、そん中でさ、キエがね、めちゃくちゃ少ないんだよね。どれぐらいかっていうと、あの湾岸請求したさらぎの下みたいな。マジか。あの鴨居と山風と同率っていう最古さんなのにねめっちゃ今北上しばかれてなかった一周ちゃってるよ。よく見とけよ北上の生き様。めっちゃ芝居でくるやん。えぐ狙われすぎだわ。警戒心ダメだ。妨害無理だ。え、まさに下狙われそうやってるかな。そこは旅屋さんって言うんですよ。まあね。そうか、安いキャラね。あれだな、今回の補修の感がなかなか。僕はああいう地止め系が好きなんだ。好きですね。うん。なんてやつ？アトランタっていう感は。アトランタ？うん、結構同時に集そう。何？駆逐？戦艦？防空巡洋艦っていう。キズマイアン。でっか。防空巡洋艦。防空巡洋艦って誰がいなかったっけ？ゴトランドか。ゴトランド。目死んでない、ちょっと。目死んでるね。俺が初めてアトランティアンと同じこと。どういう不調なのこれ。ネクラで。しかもなぜか顔。あたしってちょっとポイント高い狙いにいってる。航空巡洋艦。あ、そうか。対空って書いてある。特攻80って僕ね。対空は化け物だね。怪物でしょ。これに軽巡洋艦なの。巡洋艦だからまあそうなのかな。あ、でもな、アトランタ級軽巡って言ってるからあれなんか。この服装なんか見覚えあるけど。大体そうだよね、この。俺が知らん関係こうんじゃん。うわ、デロイテルってやつなんて、いつも多分同時主演。同時主演。デロイテル。デロイテル。デロイテルじゃん。ああ、グレカーレも、そうだね。リベッチョと同じやつ？そう。同時クソワキ。
これ分からんのよな、知らん人。そう、マイサラリ級か、あれ。ヒューストンで誰？ヒューストンは絵が下手くそなやつ。TV 未発表多いよ。新週丸は、ね、ああそうか。増えないけど良さそうなのか。新週丸はいつも一体同時に喋る。もう絶対絶対同時にしよう。うん、パースちゃん誰基準なんかエロゲに出てそうな完全にダージリアン。確かにグレコールメスガキ臭やばくないこいつ。おい腹立つし。水が幸せな。森山優里か？森山優里か。デビューしたばっかりか。でもカンコレよりあのアズレのあれだね、ストレートにこう言うこと。カンコレってさ、結婚してもさ明確に言わないよね、そういうセリフ。うん、はっきり好きっていうのってさ、キサラギとかそこら辺のごく一部だけじゃなかったっけ。キサラギは結婚する前から、うん、好きよって。アゼルのアニメってもうやっとん？ちなみに。あ、もうしばらくお休み。ああ、そうなの。結構経ってからネットで配信する。うん。ダメじゃん。てか俺もう忘れたよ。なんかあの確か香川なんかオロチの船で乗ってったところらへんじゃったっけ。なんか全然。重要のメンツがめっちゃドン引きしてで終わったけどさ。ドン引きして。こっからっていうところで終わったよな。あそこでストーリー完結したわ。ワンクールだ。本曲ドラ。いや、じゃないかな。プレイヤーはなんちゃです。あ、本当だ。11、12アワー。実況は私、小山です。そして解説は土田光翔です。よろしくお願いします。あれ、なんで前のテントション。どんな戦いが繰り広げられるのか。ヒロミです。ドラを引いた。よしんべ。サバイナさんが好きな人ですか。お前ども物をこっち来いじゃん。滝に上げる。滝いいっすね、やっぱ上がりたくなら。このゲーム滝にしたくてもできない。なんでイブドラ初重ねとうやん。均衡を破るのは誰だ。プレイヤーここで噛んだ。シンドラは自走。受け身でさえこいつちゃんと逃げとる。ちゃんと殺してないこれ。いきなりの大の手です。プレイヤーこれでトップに浮上しました。アンディアム君。あ、負けで花丸狙えや。殺すわ。これで負けでさ、ほんまし。根性ねえわ。ここはドラを引いた。裏狙ってるんかい。
じゃこれ。なんじゃこれ。これは先ほど切ったばかりの灰、角切りが続いてしまった。プレイヤーあっという間にイーシャンテンだ。有利な町にしたいですよね。じゃあ行ってくる。シモちゃん、ここは統一落とし。さあここはスルー。ブリブリやん。プレイヤーはシャーチャです。ひねくれ言い回しませんかった。ハイパーについてどう見ますか。来た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 、ドラ来たぞ。イラッとした。一体どんなドラマが待ち受けているのか。パッソそんな難いな。神茶からもうサブローマン、サブロスとかサパソ出る匂いブリブリしてたけど。どんだけ電流走っとん。ヤギ刑事か。ここは一歩後退。突っ張っていった。あっとここで仕掛けていった。これで。すげえじゃん、ハイパーさっきから。ドラマ見てるし。インチキすぎる。一度毎回スーシャンテン。毎回スーシャンテンとウーシャンテンから永遠に走っ。こいつ。ここも我慢した。さあ引いた。おお。追っかけリーチ。つ。各社どのように打ち回していくのか。プレイヤー上がりきることはできるのか。なんか下町のおやつロッソを消滅したんですけど大丈夫ですか。勝負はどこ固めんのやつロッソギリやばすぎるでしょどういうあれなのめくり合いっすよこれサブロッピンっすかお前さん。ここはスルー。あいつロスを4枚切っときながらで相手だからってバケモンやろあいつやばすぎんかそれ。ここも我慢した。シレットテンパってのそしてハイパイが腐った。プレイヤーここでも仕掛けない。こいつなんで男から来たんだよ。ブルが良い。おっとここでリーチだ。プレイヤー行くのかな。果たして追いつくことができるのか。これは華麗な打ち回し。めっちゃラオウのこいつ。これは神茶の技ですね。よし。ここで下茶からロードを超える。レンチャンですよレンチャン。パスドラゴアネバル。かわいそうラオウ。コンボラト日本版トラワーの基礎プレイヤーはシャチャです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。果たしてこの曲を制することができるのかプレイヤーこれでハツトラさんに当てられてる。え、ハネマンまでいってる。ラオがラオがハツトラうんちじゃんマジでインセンティーしかない。超です。これは先ほど切ったばか
通これ。止めるそうっすか。打敗するためにね、うん、気合入りすぎよ。いいっすね、もうそのすげー伸びしろ。ピンズは伸びないと見たのか。よくはそっか、もう極順でここも来ちゃう。やばびっくりした今。そう、何が、ああ、チュン切りして流れてちょっとあれか。やばいし、やべえ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 、安い。なんかあったんだけど。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。ロウを超えるとあんなの。ここはカンちゃんを払う。さあ、この範囲に反応するか。ここはスルー。カミちゃん、ドラが被ってしまった。ここで仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤー逆転することができるか。ひどい方。ペイは安定ですか。プレイヤーこれは泣かされた。これ裾を振りましたか。ドラはシャー、プレイヤーは親です。いや、ここからどのような手になるのか注目ですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。これは先ほど切ったばかりの灰、角切りが続いてしまった。うんち、序盤から手が伸びない。ラグが手が過ぎて箸だな。あ、ナビ通りにちゃんと自配切れ。ナビ通り。矢印に従え。まあ、止まるな。あ、草木切り。泣かされた。泣きたい。鮮やかな上がりを決めています。一体どんなドラマが待ち受けているのか。シュッ、波が来ている。想像の形がいいですね。親もんですか。プレイヤーあっという間にいい射点だ。ツモが噛み合ってますね。詰まったら吹っ飛ぶぞ。まあ、お、何の音符ですか。おー、入ってくる入ってくる、すごい。やばい。おいおいおい、あの手配からこの取り方えぐいやろ。おい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 、めちゃくちゃなんか使ったやろ。
えぐそんな6順でこうなるか。ヤンパートンハクどれもいいやんゲームこれ3を狙いますかね。すげえあれ前田あれだったん、ああ酸素せんかったんや、さあ狙わんかったんや、街広いとかやりました。借りる計算した18000、あ18000というのか、もちろん本質も細いことしてるからや、うん、やったりました。これ勝ったらどうなんだろう、このイカついたく勝ったらもう一回できるゲーセンであのコンティニュー知ってまくれるやつ、うん、そうだよね、遊びは使命だ。作戦計画概要を。プラス118。すげえじゃん。そうだ。おのおのがその責務を尽くせば勝てる。作戦前段作戦。第三作戦。ピエダとして。おかしくねえか。なんかバグってねえかこれ。作戦計画概要をご説明します。それ、あでも出せないよな。あ、そっか。なるほど。意味が分かった。15分経ったから帰ってきちゃった。おでも今意味わからんことになってたのに、
計挟んだことあるね。お、よくと。完璧。やばいじゃん。おめでとうございます。ホテル終わった。ラッシュはラッシュ来とうで。まだ来てんの。ラッシュ来とう。ラッシュ、まあまあ明日ぐらいでやっと落ち着いたかなという。どういう。到着しといたら集めて。あ、三が日過ぎたね。見てろ、どうだこれ。ひどい、あまり。私の活躍見ていてくれましたか？あれ。そんなマジか。そんなことある。まあ、幸い第二被害がないんで。はい、何が、さっき死ぬことやったんだよ。え、完全にやりました。仕事の方が疲れるはずだ。知らない。どういうこと？うん？単純？警戒ですけど。
正解か。